はい、それではレゴシティアンダーカバー続きやっていきたいと思います。スタートの自動回収なんですけど、警察署に行ってみたらちょっと取得できませんでした。多分ね、なんか足りなかったっぽいんですよね。なんだろう、よくわかんないけど、なんか取得漏れかな、なんかね、なかったんですよ。なので残念ながら自動スタート回収は手に入らなかったんですが、あ、そっか、鉱山員ね。で、コメントありがとうございました。マリカはやらないんですかというコメントなんですけど、 Wii の時はやってたんですけど、 WiiU はね、持ってないんです欲しいなとは思ってるんですけど、今はちょっとまだ購入するには至らないかなという感じですね。まあ、もし買ったらそちらもやっていきたいなとは思うんですけど。エレベーターが使えねえぞ。上のヒューズボックスを修理しろ。今日はヘルメットを忘れなくてよかった。まだブロックが当たったところが痛い。で、あとニコ生やらないんですかっていう質問があったんですけど、ニコ生はね、ちょっとやらないかもしれないです。あ、まずい。生配信に関しては、そうだな、前はね、やってたんですよ、たまーに。本当にたまーにですけど。あれ、A ボタンが押せない。あれ、ちょっと待って。よっ。なので、まあ、たまになんか、どこかでやるかもしれないですね。コーヒーが嫌いなことをどう説明しようか紅茶の方が好きなんだって言ったら首になるかな。いとこはドーナツが嫌いだから警察署をクビになったんだよな。それかコンピューターを盗んだからかもしれないが。で、あ、そっか、なんか変装ができるらしいんですよね。何かができるわけではないけど、このパンチしかできないんですけど、シェフになりました。これはね、公式サイトでコードが出ているので、それを入力すると変装ができるみたいです。で、今の目的はクレーンを盗み出すことですね。エレベーターの使い方を知らねえのか。よし、これで上に行けるようになったと。で、右は行けないから左か。火を消せって待て、そもそもなんで建物が燃えてんだ。本当だよ、火をつけたバカはドイツだあそこにいる人じゃないの。消防士。お、簡単に消せましたね。こいつでしょ絶対登場。これでスターが入るのかな。なるほど、ツタが生えて上に行けると。お、いいですね。じゃん、あ落ちてしまった。真ん中から行くのね。 OK、 よし、まった。さあ、ここでクレーンを盗み出したいんですけど、ちょっと待ってね、下に行ける。下に行くとサボってる人がいますね。ガスのバルブを閉めろ。こいつ力を込めるんだダメだ、何もできない。あ、なるほどね、先にこっちでバルブを閉めてなんかガスを止めなきゃいけなかったんですね。で、ここは落ちた。落ちたけど別に登る必要もなかったか。どうした、スタートが取れない。ドアをぶち開けられねえのか。いや、お前は野草男か。その言葉好きだな。よし。で、なんかストーリーがあまりよくわからないっていう方がいたので、ざっくり説明しますと、この主人公で、あー落ちた。まだ見てなかったのに上。まあいいか。この辺にスペアがあるはずなんだがな。主人公であるこのチェイス・マケインがですね、水門小屋の鍵を落としちまって番犬に持ち逃げされたんだ。番犬から鍵を取り戻したら。ああ、だよな、
いや待てよ、手を両方ともなくしたくはないんだよ。凶暴なんだ。そう、それでまあ、レックス・フューリーっていう悪党がいるんですけど、その人が脱獄しちゃったんですね。昼飯を残しときゃよかった。で、その脱獄した、そうすりゃ犬小屋からおびき出せたかもしれないのに、レックス・フューリーをまた捕まえるべくこのチェイス・マケインさんが奮闘しているというわけで合ってますかね。あいつもあちこちに骨を埋めてるくせになんで鍵なんか欲しがるかね。最終的にレックス・フューリーを捕まえることがこのゲームの目的です。で、そのために潜入捜査だったり、あの泥棒をしたりとか盗みを働いたりとか、一緒か、レックスにたどり着けるといいんだが。まあそんなことをいろいろとして今に至るわけです。あ、やっぱね、骨にはかなわないね。おかげで首にならずに済んだぜ。行きな。それで水門小屋に入るんだ。ほい、水門小屋に入る。そうすると、なるほど、あの扉が開くわけか。左に行くようだけど右は何もないのかな。ちょっと気になりますよね。後々、また後々やる感じかな。おう、来たか。お、来たよ。どうやって。俺はアルバートじゃない、ウェルナーだ。双子なのさ。そうか、双子なんだ。ふう、変装したのかと思った。で、クレーンを操縦してみたいか。ああ、じゃあまずはクレーン作りだな。やっぱりか。作れ。やっぱりそうなっちゃうんだね。お、これなんか作れるよ。なんだろう。あ、アヒルかな。アヒルが作れました。なんかここになんか入ってそうですよね。また探偵パートをやらないといけないんじゃないかな。その前にスーパーブロック集めときますか。多分足りると思うんですけどね。結構溜まってるし。いつ必要なんですか。あのスーパービルドを作れるブロックが揃ったぞ。ギリギリだったんだ。じゃあ作っちゃいましょう。クレーン、これを盗み出せばいいのかな。クレーンを操縦できるのか。なら盗み出すってことはもうここおさらばなんじゃないかな。細かくやんなくていいかな。乗っちゃおう。クレーンをあの建物まで移動しろ、早く。はい、移動します。うわ、すごい。ゴリゴリしてる。クレーンだから遅いですね、移動が。あ、急に速くなった、急に速くなった。なんだよ。下りだから。びっくりした。そこまで持ってくれば OK。 クレーンを使ってパイプを持ち上げろ。俺なら素手でも持ち上げられるけどな。わ、すごい。その通りさ。 L スティックでクレーンのアームを動かします。カーソルが緑の時に Y でパイプを持ったりする。現場だ、保育園じゃねえんだぞ。おい、はいはい、そいつをミドに入れろ。分かったよ。ミスするなよ、はい、消しゴムで消すってわけにはいかないからな。ここね。さあ、他のやつも片付けてくれ。へー、どこか行くのか。心配するな、また来る。面白いですね。戻った時にクレーンがなくても悪く思わないでくれよな。こいつを使ってレックスを捕まえるんだ。頬の長い腕を使ってね。そうですね、目的は今のは悪くなかったな。レックスを逮捕するためにここにいるわけなんですが、お、矢印になってる。このまま行けばいいんだね。行けばいいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待ってね。まだできるところがあったんですよ。あー、でも青がないな。あ、チェンジャーあるじゃん、ここに。直してからか。直すとこのカラーチェンジャーが起動するんだね。よし。これで上に登れるようになる。よし。またブレイクタイム。休憩してる人が多すぎる。
あ、顔だ。意味があるかはわからないけど、あ、パトリック・ウェナム、なんか手に入りましたね。多分ね、変装できるんだと思います、あの人に。で、ここは上に登れるわけではないんだ。こっから行くんだ。あ、なに、これなんだ。すべて砕きましょう。砕くんだ。わわ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 。これ砕いたら何になるんだろう。スーパーブロックがもらえるとかそういう感じですかね。なるほどね。こう壊すのもすごい楽なんですね、これを使うと。あ、やった。これはやっといてよかったかもしれない。よし、でここもせっかくなんで砕いてからクレーンを奪いますか。じゃん、何もない。これ砕いた意味はない、ないのか。よし、じゃあこのクレーンいただいて帰ります。ありがとうございました。遅いけど移動が遅いけど、これもしかしてまた追われるんじゃない、このクレーンに乗りながら。嫌だな、足遅いの。クレーンを手に入れたか、ジミー、すげえな。レックスも大喜びするぞ。ああ、どこだか知らないが、レックスの居場所までこいつに乗ってこうぜ。シャレの効いた野郎だな。そのクレーンで別のもんを手に入れるんだよ。そいつを出せるようにゲートを開けてやる。 あれ作れないね。ダメか。あ、ちょっと待って、挟まっちゃった。ダメだ、このクレーンが邪魔して何も作れなかった。ちょっと作ってからにしよう。あれ、やっぱダメか、これが邪魔してダメだ。よ、気になるもんね、なんか作れそうだから。あ、作れないな、作れないな。なんだろう、なんでだろう。なんか足りないのかな。もういっか、いっちゃおう。残念、気になるけど。さあ、無事にクレーンを盗み出すことができました。クレーンから降りな、ジミー。なんでだい？あ、わかった。ちょっと待ってくれ。なんか企んでますね。ほらよ。よし、俺は天文台まで運転していく。よしなんだ。ここでつけてくるやつがいねえか見ててくれ。どうも今夜あたりここにスパイが潜入してきそうな予感がするんだよな。もう勘が鋭い。まさか。ほんとさ、いでガルル。10分後に上で会おう。ダンボール、分かった分かった。俺って変装の天才かも。天才なんてよりによって。ああ何してんですか。あ、そういうこと。まあいい、まあいいか。はい、ミッション工事の横取り、工事の横取りとかけたんだ。お、エリーからビデオメッセージが届いております。エリー、奴らのアジトを特定できそうだ。素晴らしいわね、チェイス。問題あるの？レックスのギャングの連絡員が先に天文台で何かさせたがってるんだ。でもナタリアにはいいニュースさ。レックスがお父さんを誘拐したならアジトにいるはず。伝えてはみるけど、いつかけても留守番電話なのよ。犬の散歩を催促するからうんざりしてるのね。後で連絡してみるよ。はい、というわけでどこに行けばいいんだ。パラダイスサンドの天文台か。そっか、天文台に行くって言ってましたね。天文台でまた会おうみたいな。ちょっと車を貸してください。かわいい車。
可愛い車に変なんかおじいさんみたいな人が乗ってましたね。びっくり。ピンクの車。なかなかピンクの車は実際には見かけないですね。あんまり乗ってる人いないですよね。あ、でもこれこの車、あらら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 、ターボが使える、いいね。あぶね、見てなかった。下のあの地図を見てました。あぶね。あれなんか遠回り、あ、前をしっかり見よう。遠回りだ。あれ、ちょっと待ってね。ぶつかっちゃった。遠回りめっちゃしてますね。間違えました、道を。最短で行きたいんですけど、なかなかこの緑のスタッドが遠回りをねするように示してたので、ちょっと、あ、ひまわりとか咲いてますね、この辺。いいね。おー、こんなんかすごい坂道って感じがする、ちゃんと。さあ、もうそろそろ天文台に到着しますよ。着いた。よし。あ、クレーンありますね。レックスは天文台から望遠鏡を盗んでほしいのさ。うん、そういやレックスって星占い好きだよな。は、レックスが使うんじゃねえ。変装してないよ。おっさんのためだろ。だよな。おっさん。おい、何を待ってんだ。建設現場から持ってきたドリルがあんだろ。あ、あるね。それと使え。あー、なるほどね。了解。じゃあどかしますか。もう本当言われるがままですが、練習しましたね。星占いを信じてるのか。まさか。星占いはね、結構好きですね。あんまり当たってない気もするけど。よしよし、俺はトラックを U ターンさせる。あ、これまた運転が難しそうなトラックですけど、あの後ろに何か乗せられるのかな。天文台の中入ってみたいな。クレーンを修理するぞ。上がってくる途中で傷つけたかもしれねえからな。人が来ねえか見張っててくれ。万一来たら片付けてくれよ。はいはい。あ、誰か来ましたね。警察来てしまった。あれ、警察官なのに警察官を倒すという、ちょっと矛盾してますか。やばい、今超やばい。ハートが1個しかない。あ、ベベベってやられた。 OK。 あ、鍵が手に入りましたね。あっと、ジミー、このポンコツは完璧に修理しといたぜ。天文台の屋根は開けとかなきゃダメだ。あの望遠鏡は玄関を抜けられるかどうか怪しいからな。でもレックスはなんで天文台を欲しがってるんでしょうか。あのヒューズボックスはしっかり修理しとけよ。はいはい、ドームの中に繋がってるからな。わかりやした。あぶね。よしよし、やったな。あ、開いた。わ、すごい。なんでいきなりおごそかな。BGM が流れたけど。俺たちの仕事は望遠鏡をトラックの荷台に乗せてここを去ることだけだ。うん、なるほど。あの望遠鏡を、クレーンに乗りな。を盗まないといけないんだ。さあ、じゃあこの望遠鏡を盗んだら、あ、それでこれがね役に立つんだ。なるほど。そいつをトラックに乗せてくれ。はい、後ろ向きにな。そうすりゃ警察が追ってきた時に遠くからでも分かるだろう。え、いいぞ。よし、トラックに乗ってくれ。
よし、いいぞ。あー、それで何？逃げればいいの？あ、警察車両盗まれちゃいましたね。そうなりますよね、やっぱりだと思ったよ。おっそ、エディ・ジョジョの後をつけて引き渡しポイントに行こう。引き渡しポイントに行ってセーブができたら終わりたいな。遅いよすっごい遅いですこの車。レックスは本当に何のために望遠鏡が欲しいのか全然わからないけど、でもなんかこのゲームの悪さってそんな大して悪いことではないですよね盗みは良くないけど、でこの並走しているパトカーは多分ボンってぶつけに行きたいんでしょうけど、危ない、操作が難しい。そして警察車両がめちゃめちゃいっぱいある、まあ、多分この後ろに積んでる望遠鏡を守ればいいんでしょう。あ、まさかの飛んじゃうやつで、今ね、追っては来てないです。来てないので、このまま目的地に着けるといいんですけど、ちょっと普通の車が邪魔だなカーブが結構難しいですね。ここはね、ブルーベル国立公園です。ここは結構何度も通ったから見覚えがある方もいると思います。あ、警察署の前を普通に通っちゃいましたけど、バレてないのかな。よし、もうじき目的地に着くんじゃないかな。今回なかなかスムーズに来れましたね。結構いつもボコボコといろんなところにぶつかってますが、あれ、どこまで行くんだろう。この先にレックスがいるわけではないですよね。引き渡しは誰とするんでしょうか。すごいな、あそこ開くの？チャプター13、秘密の計画。めっちゃ反響してる。それで最後の荷物は？さっき着いた。あ、素晴らしい。あとは教授の装置のパスワードだけだな。口を終わらせて。その安心しろ、私の部下がついに探し物を見つけたのだよ。誰だろう。そのボス？レックスも誰かに雇われてたんだ。めっちゃ笑ってる。すまない、愉快でな。あー、ボス、カメラのアングルがまたずれてるぜ。何？まったく、
声も妙な感じに聞こえる。ああもう、また後で連絡する。教授？コワルスキー教授に違いないな。偶然こんな話を耳にするなんて。あのトラックを運転してる奴は偽物だ。おっと、あれバレちゃった。バレちまったな。この中のどこかにいるはずだ。探し出せ。ふう、危なかった。あらら。このクソエレベーターが。エレベーターに怒っちゃったよ。どうしましょうかね。これやっつけてから終わりますか。またかよ。権利なら知ってる。ここはどこなんだっけ。秘密口。不公平だ。よし、ちょっとハートが減っちゃいましたけど、はい、やっとレックスの近くに来れたんじゃないかなっていう感じですね。まあで、あ、バナナ消えた、消えたけどバナナだった。まあなんかレックスが誰かに雇われてたっていうことが今回分かっちゃいましたね。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。